おはようございます。今日は こんにちはか八方に来てます。まあ、わざとちょっと遠い駐車場に置くんですよね。まあどうでもいいかもわかんないですけど、まあ、なんでかっていうと、その歩いてアップできるからというか、まあ、そんな感じでわざと第3駐車場ってとこ置いて、ほんで歩いてゴンドラまで行って、まあちょうどね、体めちゃくちゃ温まるんですよ。なんで僕個人的にすごいおすすめです。はい、てな感じで八方の八方ね、到着しました。ゴンドラリフトアダムね、乗車なんと12時半というこの条約出勤ぶりなんですが、まあまあまあ、ゲレンデの状態ちょっと見ていきたいなと思います。雪の方は相変わらず少なくて、もう白樺ゲレンデとか今ちょっと見る感じ、かなり壊滅的というか、何だこりゃ、ひでえな。まあ深刻な雪不足だなというような感じです。まあね、僕の去年上げた動画見てもらうと分かると思うんですが、4月の時と状態ほとんど変わんないですね。まだこの2月後半に差し掛かったぐらいだと思うんですが、まあこの状態ということで、いかに雪不足が深刻かということが分かっていただけるかなというふうに思います。はい、リーゼントコースは空いてるんですが、まあ下山できるコースとしては、リーゼンから泣山と、リーゼンからこのゴンドラリフトの戦果と、あと国際第一ペアリフトと、北尾根クワットか、こちらでもリフトの下り線は動いてるそうなので、下山することは可能だそうです。はい、どうでしょうか。セントラルコースですね。小回り、ナチュラル&土を含む、やってみては